はい、また火曜の8時生中継やってまいりましていきたいと思います。何度かやってきましたですね、オキパイドのキャノン、それから前回やりました、フレキシレッテ、これのですね、ちょっと最後一言二言っていうのが、感想というかですね 最終的な結末といいますか、ちょっと喋ってからですね、今日の、カメラに行きたいと思うんですが、まずですね、フレキシレッテは、特に致命的な、問題もなく、ピントもですね、もう上下のレンズはごそっと外れましたから、そこはいじらずに、フィルも、ダミーのフィルムを入れて、こっちからコリメーターで覗いてですね、上のピントの面を、ピントグラスは上から4つのマイナスネジで、こう、普通にテンションかかっているような感じになっているので、こう少しずつ緩めながらですね、合わせまして、あとはもうファインダーの清掃という感じでですね、ピントがピシッと出て、シャッターもそんなにとんちんかんな描写になってませんでしたので、そのままですね、組み込んで、で最後に自作のプラスチック板のですね くり抜いたやつはペタッと、これは塩ビですので、G103 の接着でですね、ちょっとベターと塗らないで点付けでこう入れる感じで、組んでみました。今ちょっとフィルムが入っているのでですね、いろいろ試し撮りしているなんていう最中です。で、いろいろ資料とかも調べてみたんですけど、やっぱり一回修理するとですね、どうもこの前の部品は外さないといけない。で、多分アルミでできていたのと思いますんで、ペコペコになっちゃう。だから、大体が新しく作り直したアルミ板かなんか切ったもの貼り付けてあるので、ネットなんかでも見かける写真なんかを見てもですね、本当のオリジナルはここに、なんか45mm2.8 だったかな？なんだっけな、オートロンじゃなくて、なんとかってこのレンズの、名前がですね、こう書いてあるプレートがこうついてるんですけども、やっぱりこう中古で売ってるカメラ屋さんの製品写真とかこう見ると、だいたいもう2台1台ぐらいはもうここが取り替えられていて、僕みたいにこういう真っ白に 銀の、っていうのには、多く見かけられますので、みんな似たような、状態なのかなと、思いました。故障するって言ってもそんなに致命的な、壊れるところはあまりないと思うんですけど、そんな感じでですね、ここの皮はやっぱり白いのを、東急ハンズで売った皮をですね、切って貼ってという感じで、ちょっと今、試し撮りをしているところと、ユニークなカメラなんで、これはですね、少し持ち歩いたりなんかして使ってみようかななんて、ちょっと思いました。で、もう一つのですね、オキパイドのキャノンはですね、最後の1工程が残っていたんですけど、ここのですね、この飾りリングのところ、あ、これまあちょっと今、これはフジノンレンズの L マウントがついてますけども、ここの部分なんですが、こういう、ベタベタにもうがっちり接着してありましたので、ジグを使ってですね、分離しまして、結果オリジナル、これは多分オリジナルの部品だと思いました、この飾りリング。で、自作ジグでですね、この中にがっちりくっついてたのを、分解して、掃除しました。だからこれがリング。で、もう一個ばらけちゃったリングなんですが、この軍艦部のですね、ところにかしめてあったわけなんですが、で、そこにリング、ぽっかり穴が開いていてですね、こういう状、これがオリジナルの状態なんですけど、で、この周りのこのネジが切ってあるリングはですね、もうかしめは無理だろうと、もぎ取ってしまっただろうから、それでですね、カメラ修理教室の仲間とか、田口先生とかにいろいろ喋ってて雑談でですね。で、最後に先生がですね、
両方とも素材が真鍮だったらハンダ付けやってみたら、接着剤とかあるいは本格的なロウ付けの前にですね、まあ、そういうアドバイスをいただきまして、ほほうと思って、でまあ当たる、お互いに当たる面の、まあだからコンマ5ミリぐらいの外周をですね、リューターで少し削ったら真鍮の地金が出てきましたので、でまあカチッとはめ込んだ状態で、ガチッとはまるわけじゃないですよ。ゆるゆるでちょっとはめた状態で、ハンダをですね、スーッと、裏側からこの周りにこう流し込んだところ、スーッと入りまして、まあ、フラックスなんかをこう塗っとけば流れていきましたので、で、やってみたところ、思わぬ、好結果が出てですね、まあ、強度的にもそんなに、ギャーってレンチ使って回したら、ダメでしょうけど、まあ、これがキュッと手締めで、止まるぐらいにはですね、強度が出てますので、まあ、これはうまくいったなという感じになりました。だからここをもし、ボロッとかし目が取れてしまったら、内側からですね、当たり面を少し削ってあげて、若干隙間がないとハンダ流れていきませんから、まあ、真鍮の地肌を出してですね、裏からハンダを、ハンダごてこう当てながら、普通のこういう電気回路を作るハンダを、ヤニ入れハンダを流したんですけど、そんな問題ないと思いましたんで、まあ一応皆さんのなんかのご参考になればと思ってですね、ちょっと喋ってみました。まああとはもうこれはだいたいいい感じに出てますので、シャッタースピードも、軽さもそんなに悪くない感じでした。ということで、まあ、オキパイドは完成し、フレキシレッテは、まあ、撮影中というところで、まあまあ、ジャンクにならないでよかったなというところで、ございました。はい。ちょっと、まあ、とりあえずそれを先に、ご報告があったら喋っておきたいと思います。ということで、録画を停止。別のパソコン。